い、というわけでやってきましたね。今回の舞台はため池でございますね。見ての通りため池なんですが、季節的にもなんかねバチバチに日差しが注いでるんですけど、ようやく風がちょっと秋っぽくなってきたなっていう。ただもう秋なのか夏なのかわからない季節っていうのはね、ここ最近長いんで秋がちょっと少ないんですけど、やっぱり秋になってくると基本的に池は減衰傾向になるよね。で、減衰の池といえばバイブレーションみたいなところなんですが、ちょっとたまの休みに行ったらあれ全然水パンパンなんですけどみたいなこともある。そんな時に、有効というか忘れちゃいけないものっていうのはこれでしょう。ラバージグと言いたいところなんだけど、秋で言うとやっぱ一番ね俺的に便利だなと思うのがやっぱこのフットマスターを使った、まあ、スコーンとかだよね。ジグで巻いていく釣りっていうか、ボトムを探ることもできる、最近言ったらストとかももちろんやる、で巻くこともできる、だからほとんど全ての釣りをカバーできる、ジグで、ちょっと池を攻略していきたいなと思っております。よし、じゃあせっかくフィルム立ってるんでやろうぜ。風涼しいね。秋だね。まあ言うても全体に散るタイミングだけど、こんだけ足元の壁にねシェードが入ってれば日差しは強いですから夜でしょ。かといって本当秋の魚はどこいるかわからんからな。とにかくとりあえずスピーディーに巻いていこう。そこそこ深いですね。このボトムとの境目とかいいんじゃない。ボトムと石の境目で、このボトムの壁に石積みの壁にコンパラッタ、ここでゴンってこない、そんなに甘くない。あ、いるいる、チビチビピチピチチビチビいる。おっしゃー、モンドに打った。おっしゃ、おれい、一丁上がり。はい、まあなかなかいいサイズじゃないでしょうか。まあね、ちょっとこの池とか別にそんなにね、しょっちゅう来てる池でももちろんないし、まあ、どんな地形かって俺も把握をめちゃめちゃしてるわけでもないから、とりあえずまあ全体的に広く巻いていこうかなっていうところで、まあ、ちょっとね今園庭だから深いところはちょっと入れてみたりなんだりしたんだけど、表層の壁際でボンと湧いてきました。まあこんな感じでね、やっぱ秋ジグ巻くと食っちゃうよね。なかなかナイスな一発目じゃないでしょうか。よっしゃ、どうですか。おお、えれい勢いで帰っていった。こっちに反撃してきやがったぜ。っていうことで、まあ、早速出ましたね。このナチュラルコンビだからこそ、なんかこの風もあんまりないし、なんか薪とは程遠い状況でもやっぱバイトに行けるで、なおかつボトム転がしてよし、巻いてよし、まあ、なんならストってもよし、身軽でサクサクってやったからこそ出た一発と言ってもいいんじゃないでしょうか。この調子で釣っていこうぜ。やっぱ秋は効くよこれ。おっしゃ、食った。あ、ボトムかこれ今度は。おっしゃ、ういよいやー、うさすがジグ。おや、よいしょ、やっぱジグだよね。はい、今のはね一回表層さーって巻いてたんだけど食わなくて、ただいいんじゃねえかなと思ってそのまま巻いてた手を止めて、そのまま竿でカーブスーって入れてボトムにトンからのキュッ、まあ、こういうことができるのはやっぱジグだよね。まあなんか巻く一辺倒もできるんだけど、そこにちょっとプラスアルファ組み合わせることでまた魚を、巻くだけじゃ取れない魚も引っ張り出せる。さすがジグでございます。連発じゃないっすか。ありがとう、君もいい魚だね。よいしょ、うえ、やっぱジグだね。まあ最初釣ったのがさ、ほんと巻いてね表層で出てきたみたいな感じだったんだけど、今この辺のとこちょっと深かったから、なんか表層巻いてなんかいそうだけどなんかちょっと追い切れてないんじゃないっていうところで、一回ねもうそこからカーブフォール、まあスイミングなんだけど、普
通巻いたらこうだね、この軌道をカーブフォールで下にフーっていってボトム着底と同時に食ったみたいな、まあ、こういうやっぱ状況に応じてなんかいかようにも使えるっていうのがやっぱジグのいいところだよね、うん、それが出た2月、うん、いいね、やっぱ秋はスコーンやべえね。はい、というところで移動してきました。まあね、池でめちゃめちゃ減衰してるねっていう感じで、ね、ところどころ枝もあったりと、そんな感じで、まあ、浅くて、ストラクチャー絡むっていうところでフットマスター 7g プラス、フルスイングの 3.5 っていう、まあ、これでね、まあ、ジグだから別にボトムを這わせてもいいけど、とにかくスーッと巻いていく。ただなんかね、ほんと今回雰囲気的に秋なんですよ。そうすると経験上なんかこういう裾とかのこのねちっこくパワーを出してやるっていうか、さーっと巻いていった方が、なんでまあこの池をねそんな感じでバンバン投げてサクッと拾っていきたいなと思います。まあ、見ての通りすげえ浅い感じだよねっていうところで、まあその中でねこういう、おーしょ食ったぜ、おいかわいい食ったね、いきなりちょっとそのストラクチャーを絡めてどうのとか言おうと思ったらね、そのストラクチャー周りに食いました、おちびちゃんが。まあちっちゃくても食ってきますよ。もうちょっと大きいと完全に乗るんだけど、このサイズはちょっとレアかな。まさかの釣れちゃったけどさ、まあまあこんな浅いね土砂路にこう枝とか絡むじゃん、まあ、こういうのを別にまあねうまくかわせばハードベースでもやれるけど、まあまあちょっとね難しいよねっていうところで、でなおかつ秋結構広範囲に魚が散ってて、ここの一等地にはでかい魚がいるだろうっていうよりかはもうどん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 切ってってそこで一発当てていく感じだから、まあ、ちっちゃいのも大きいのもまあ釣れる、まあ、まあ混ざるというかね、まあ、あのでかいだけ狙い撃ちってすごい難しいんですよ。だからヘッドスライドとかもうでかいのしか釣らないよっていうんだったらヘッドスライドとかああいうカバーとかガン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 やってもいいと思うんだけど、まあ、せっかく来たならなんか楽しく遊びたいじゃんってなった時にフットマスターのこのサイズ感、これを投げてみて、これが良ければずっと投げ続けるし、なんかそうじゃないなと思えば違うの変えればいいから。ただまあでも池初めて入ってきてこれが一番手っ取り早いですよ。超便利、絶対あそこにいるやつでかいやん。フレッシュだから食うかな。おっしゃおっしゃおっしゃ、おいはい、対岸の土砂路ちょっと早くパーって逃がしたら食ってきたぜ。おお、やばい、おいやあいスコーン丸のみ、まあ、ちょっと対岸の土砂路のこの壁際のちょっと枝が絡んでるところ、そういうところ引いたらもうカットの時なんだけど、まあハードベイトじゃ引っかかるよねっていうところを、まあスコーンだったら根掛かり気にせず負けるぜっていう、だからこそ出た一発じゃないでしょうか。いいね、まさにスコーンと食ってきた。えい、あそこすげえいるな。茶色の方が好きかな。おっしゃあう、おっしゃ、おお思ったよりいいサイズです。着水ドン、おいや、ええー、おいしょ、ちょっと待ってね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 、あいね、もうどうしたろう、多分水深30センチぐらいしかないんじゃないかなっていうところで、もうまあパッと入れてさーっと巻ける。でもあんなところね、本当ハードベイトじゃ一撃でしょっていうところも引ける、まあ、これがスコーンの醍醐味でしょ。でもうレンジも関係ないしね、巻いてもいいしストってもいいしボトム沈めてもいける。ただ今は巻きです、秋だね。結構深いな、よし、深いってことでルアーチェンジでございます。ルアーチェンジ、いやトレーラーチェンジ、ちょっとこれいってみよう。エグチャック3日 T
ていうのはさ、ここ深いんで、まあ、なんか深いところをね、いろんなレンジ引いてもなんか深い中層ってやっぱ騙しづらいから、ボトムっぽくしたいっていうのと、なんかあの辺ちょっとボトムなんかあるから、ちょっとフットボールチックだ、普通のフットボールチックな要素で、ジグなんでね、トレーラーを変えればまた特性が変わってくるっていうところですよ。なおかつチャンクの場合はストとかもすげえいいけど、巻いてもねちゃんとアクションするし、特にカーブフォールとかすごいいいよね。ただなんか単純なフォール、フリーフォールっていうか、ちょっと横の動きの跳ねさそうだ。今回なんかは結構そのなんだろう、ジグ投げてただ単に巻いてるだけ、まあ、いわゆるスコーンって言われる状態だよね、になってるんだけど、まあ、中層をまあ巻いてきてるわけで、まあ、中層やるんだったらストとかもありじゃないみたいなところがあると思うんだけど、秋はね、普通スーッていう動きの方がね食うんですよ。まあまあもちろん例外はあって、例えばまあ秋だからよく台風とか来て増水して濁りましたみたいな時だとストの方が良かったりする。違いは何かというと、ストっていうのはこういうロッドワークでアクションをかけていく、だからそのルアーの動きとかに対してこのロッドワークでアクションを大きくしてパワーを上げていくっていうのがスト。ただまあスコーンに関しては多分巻くだけだから、そのちょっとロールしながらプルルルルっていう波動、まあ、弱い波動だよね、こっちの方がね。でまっすぐ、まあ、カーブにしろこうだよね、まっすぐ巻いてもこうだよねっていう、このなんかね軌道がやたら秋は効くんですよ。だから本当なんか荒れてます、濁りましたとか増水しましたとか、そういうイレギュラーがない限りは秋はもうただ巻きの方が効くことが多い。もちろん状況によって晴れててもなんかねストの方が効いちゃうことはあるんだけど、8割方この普通のストレートリトリーブはカーブフォール、こっちもスーッて動くの方が効きます秋はね。まあこっからそうだな12月半ばぐらいまでの、まあちょっと水温もそこそこ残ってるよねみたいな時は、この比較的スーッて動くものの方が反応がいいことが多いです。はい、今回のね、フットマスターの、スコーンセッティング、これについてのタックルなんですが、まあそうだな、スコーンだからというか、まあ、こんぐらいの 7g 9g とかそんぐらいのジグを使うためのセッティングだ、もちろんボトムパンプしてもいいし、ストしてもいいしっていう、全体のことを考えたセッティングになってます。その中でまず竿から、竿はね、グラディエーターマキシマムのザマックス、俺はこれを選んだんだけど、まあ、レイドいろいろ竿はありますんで、バルトロヒート2とかバルトロ、このあたりもまあバッチリ適応してくるんじゃないかなと思います。でリールに関しては、これジリオンのエクストラハイギアですね、まあ、これに関してもな、まあ、ただ単に巻くだけだったらギア比は落としてもらって全然構わないと思うんだけど、まあ、ジグの釣り全般ってことを考えたらやっぱエクストラハイギアがいいんじゃないかなっていうところで、あえてスコーンが特別なリールは組んでません。でラインに関してもね、まあ細くて12、ただね上を言うとまあ14ぐらいまでが気持ちいいんじゃないかなというところで、今回はオルトロス FC の14ポンドこれを使ってます。まあそんなタックルセッティングなんですが、まあ、よくよく考えると、まあバイブレーションレベル5とかビッグとかね、あのあたりをやるタックルとまた近いものがあるというか一緒って言ってもいいんじゃないかなというそんなセッティングになってますんで、まあ、バイブレーション巻いてるね中で、ちょっとこれを投げてみようかなっていうのも十分可能なセッティングなんじゃないでしょうか。今なんかねここの池なんかはかなり減衰しててまさにバイブレーションって感じ、まあでもねスコーンでやってるんだけど、まあじゃあバイブレーションとスコーンの使い分けって何なんだって、こういうザ・バイブレーションの時の使い分けっていうのはやっぱバイブレーションって、まあ、ハードプラグだよねっていうところで、まあ、あの硬い、まあ、ハードウェイでは硬い素材でできてる、プラスチックでできてて、そこにラトルとか入ってて結構音もするよねっていうところでアピールが強いんだよね。だそれをずっと投げててなんか反応がないなとか、釣れてたのにちょっとあれバイト止まっちゃったな、擦れたかなって思う時とかに、まあ、ちょっとスコーン入れてみる、晴天で、風もなくみたいな、そういう状況だとやっぱこのジグにワームがついている、まあ、このソフトベイトのナチュラルな波動だよね、まあ、これで食わせることができるから、だからまあバイブレーションをベースにやってきたけどローテーションの一角として両方用意しておくといいんじゃないかなっていう、まあ、そこ使い分けというかね、両方持ってこうぜ、状況に合った方を投げようぜっていう、そういう感じです。
よっしゃ、乗った。およいしょ。おお、もっと大きいイメージだったかな。おいやお、はい。いや、やっぱスーッと巻くとやたら反応いいね。ああ、まあちょっとちっちゃいけど、こんぐらいだったらね、サクッと食ってきますね。やっぱ秋はこれです。はい、移動してきました。結構でかい池なんですが、まあ季節的にもね、もう秋絡みなんで減衰してるかなと思ったんですが、あんま減衰してませんね。ただですよ、まあ、フットボールの場合だと、まあ、これだけ持っとけばとりあえず最初のね、入ったフィールドがどんな状況であろうととりあえず様子は見れるから、まあ、ここで長生きするかどうかは知らんが、とりあえず様子だけ見てみようか、まあ、それでサクッと釣れちゃうこともあるし、釣れたらそれでいいでしょっていうところで、何でもできちゃうフットボールやってみよう。深かろうと沈めるのも自由ですから。深いな結構。普通にボトムら辺を引いてみます。ジグってね、とりあえず何でもできるからね、そこがすごく便利いいよね。だからとりあえずジグを主軸でランガンしてみて、ジグで釣れるんだったらそのままでいいし、そうじゃなければまたね、違うルアーにシフト、もっと効率よくしたいんだったらバイブレーションだとかいろいろね、そういう風にシフトしていくための一つのね、軸としてジグがあるととっても便利。本当はね、地元の池で今この池はどうですって全部分かってればいいんだけどね。だけどそうもいかないじゃないですか、週ごとに変わるし池ね。雨降ったと思ったらちょっと減衰した池が水増えちゃったとかもあるし、そんなね、行ってみなきゃ分かんない時にやっぱこのジグがあることによって攻略の幅はめちゃくちゃ広がるよ。だから俺はジグが好きなんですよ。おかっぱりの時いろいろリグとか持ってかなくていいじゃん。これあれ、これだけでとりあえず完結。シャローもディープもストラクチャーも関係ないっていう、身軽にいけるしとっても便利なんだね。だから俺はジグが好き。バッチースクールが送った。でっけ、おっしゃ、あの湧いてきた。おふう、やばい。あはは、ふう、かっちこい。おいっしゃ、おれあった、これだぜ。その言わんとこからもう着地スーって前にから出てきたね。これですよ。スコーン、気持ちいい、最高だ。これがスコーンフィッシュ。 This is スコーンフィッシュ。キュン、ガップよくまで入ってたね。よし、どうだ、元気ですか。元気だよな、お前めちゃめちゃ引いたもんな。よし、じゃあありがとう、元気に、お元気で。ふぅ、帰ってきた。いや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 、ね、遠底から始めてね、沖の深さとか見てこの辺の岸とかやって、やっぱこの辺なんかちょっとピチャピチャしてるなっていうところからの、ね、すぐそこの岩入れてくるるるるって巻いたら、ほっ、まあこれでバスフィッシングですよね。まあ本当一つのこのね、ジグで巻いても、ボトムパンプでも、まあ、本当幅広く探れるからこそ、この1個で、まあ、なんとなくその全体を見ながら行ってそこのシャローで一発出せた。だからこの便利さがあるからこそ、まあ、ダメならダメで次行けるし、まあ、展開よくテンポよく行けるっていうのがやっぱフットボール、まあ、ジグ、ラバージグだなの強みだよねっていう一発でした。いや、なんか絵に描いたような食い方で最高に気持ちよかったです。さっき叫んじゃったけどね。いや、いいね、これです、バスフィッシング。さあ、お疲れでした。まあなんか改めて池でスコーン巻いてみると食うね。やっぱ魚が結構散っちゃってたりとか、なんかそのストラクチャーとかタイトについてないよなみたいな、まあこれこそ秋だなって感じになるんだけど、そうなった時ってね、やっぱそのなんかスーッと横方向に動くもの、まあ、それが今回で言えばそのカーブホールであったりとか、
まあ、スコーンの街であったりなんだけど、やっぱ効くよねっていう。まあこれね、もっと言うと別に池じゃなくても、まあまあ普通に河川であっても水あばであってもやっぱ横にね動くもので結構波動が弱いものっていうのは有効だから、特にやっぱこういう減衰した池とかではもう手っ取り早いし、でまあバイブレーションもうど真ん中の炭なんだけど、やっぱバイブレーションもすごい釣れると思うんだけど、ただそこに一発こいつを挟んでくることでまだまだなんか池でこれあんまりやられきってない感じはよりまだあるから、だからまあ皆さんもね今年の秋はこれをちょっと対応してもらえるといつでできるんじゃないかと思いますので、まあそんな感じかなっていうところで、今日まあ4つ釣れたんで満足しましたんで帰りましょう。お疲れでした。